キッザニアは今、東京は豊洲で、関西の方は甲子園という2か所施設があるんですけど、そこで子どもたちが、いろんな職業体験します。でさらに、もっとリアルな体験を子どもたちにしてもらうということで、C 単位でですね、なんかお役に立てないかというふうなことで、例えば千葉県の柏市とか、あるいは三条市さんとか、でそこの町で実際にあるお仕事、例えばそのデパートのお仕事、あるいはそのスーパーのお仕事、いろんなその地元にいろんなお仕事があります。その地域によって違うんですが、だそういったところで子どもたちが本当に体験しやすい環境を作る、子どもたちに向き合って子どもたちに分かるようにこう売ることを教える、自分の立場で子どもたちがお客さんに向かって、売る体験をする、買う体験じゃなくて職業体験です。でそれをもっと実際の、店舗で子どもたちにやってもらうということで、より、現実的な仕事、本当の仕事を、そういうのをこう手伝いしてですね、実際にこれは大変だとかですね、いろんなこう通り上げのお客さんたちが入ってくる、それに向かって子どもたちがですね、普通は大人の方がその専門の方が行ってらっしゃるんだけど、子どもたちが実際にいらっしゃいますね。というすぐにできる仕事もあるし、できない仕事も当然あるんだけど、実店舗でそれをやるんです。実店舗でやるっていうね、面白いですね。いうことでよりリアルな体験をすることによって、こんなに難しいんだって思ったり、ある意味楽しいなと思ったり、もしくは自分はこれがもしかしたら向いてるかもしれないとか、自分の仕事向き、その向き不向き発見したり、というふうなことで実際の仕事、体験してもらうっていうコンセプトの、あれも作ってるんですよ、体験コースをですね、今三重県でもそれやってまして、鳥羽とそして鈴鹿、紀北っていう場所なんですけどね、それ今一緒に取り組んでやってます。だからこれはこれで大変、さらに子どもたちのこう現実的な職業体験、で結構学ぶことが多いんで、喜んでいただいてますけど、なんかその学習していく中でそういうようなこう体験っていうのをこう織り交ぜるっていうのが僕はすごい大事だと思ってるんですね。で例えばその英語の場合って大体日本人が英語をビジネスレベルまで話せるようになるのに約こう3000時間必要だって言われていて、で裏を返せば要は時間の関数で3000時間やれば話せるようにはなるんですが、多分問題はこの3000時間が続かないっていう、多分こう100時間200時間やって、そんなにこう話せるようになってない自分を発見して、で結構挫折してこのままでいいのかと思ってこう挫折してしまうっていう、その例えばうちみたいなフィリピンの授業を使ったオンライン会話があって、その外国人の先生とこう話して処理してみると、まだメタ文法とかメタメタだけれども、ある程度は通じたっていうのがあると、またじゃあちょっと単語を増やそうかとか文法を増やそうかっていうふうにこう一歩踏み出していけるのかなっていうふうに思っていて、でただやっぱそれだけだとまだまだ不十分で、本当はその先に例えばその自分の、馴染みがあることとか馴染みがないことについて、誰かと一緒に英語でこう課題解決をできたみたいな、だから英語がの知識を覚えるとか使うではなく、英語を使って何か の課題を克服したっていう体験ですね。でそれをこうその3000時間の中に織り交ぜていくと、この前の体験ではこれができなかったけど、次これ頑張ろうって思って改めてこうインプットとかアウトプットに向き合うっていうのが結構大切だなっていう、なんかそういったようなこのラーニングのサイクルをいかに回すかっていうところが僕は重要だと思っていて、多分今 その日本の小学生とか中学生に決定的に欠けてるなと思うのが、ずっとインプットをたくさんして、アウトプットもちょびっとはしてるんですけど、それをこう使ってみた経験がないん で、ないからね、で多分その魚屋さんでこう売ってみた瞬間に、例えばその算数ってこういうふうに意味があるんだと か、 なんかそういうのがこう実感値としてこう来るんじゃないのかなって。だからそれはある種こうインプットとかアウトプットとか、ひょっとするとこう受験勉強にすら効いてくるんじゃないのかなっていうふうには僕は思いますね。